今回も1時間ほど録画したのですが、いい意味で主らしくないプレイでかなり進むことができました。でもグラグラももちろんございますので、ゆっくりしていってくださいね。おや、レイさんにロックオンされましたね。逃げ切りましょう。おじさまがおられるのですが、今回はこのルートから行ってみようと思います。ある春もないアイテムを求めて村に一周してしまいました。ほら、村にうろうろするからまた例にロックオンされたやないですか。あれ、諦めましたね。でもこの村なら撃は痛いですね。また懲りずにアイテム求めて一周しましたね。お、親父さんが出現する前にセーブができるようですね。助かりました。さっきやられたんでしたね。今回はセーブせずに戦ってみましょうか。儀式を切り絵を。
奇跡的に無傷で成仏させることができましたね。でも、微妙な気持ちなのは、僕だけでしょうか？セーブしたいような、したくないような。まあ一応、回復してセーブしておきましょうかね。毎回、開けるたびに、予習外の敵キャラが、出現するコーナー。今回はどんな敵キャラが、待ち受けているのでしょうか？鏡石を持っていたのですね。もう割れてしまいましたが。よし、あと一体、今度はどんな敵キャラでしょうか？よしよし、今回はどちらも、おじさんの霊でしたね。ここは完全に、ランダムのようです。またまた、セコムですね。ファイルを確認するついでに、相関図も、確認しておきましょうね。白い着物の女、確かに、キリエと、どんな関係なのでしょうね。幼い頃の、キリエでしょうか。番号は、1、3、4、7、ですね。その前にセーブしてきてもいいでしょうか？お待たせいたしました。ヘタレですいません。
ここにセールポイントがあることを忘れていました。儀式は失敗だ。もうダメだ。この檻様の印書きを取るのを忘れたので、画面いっぱいに書き込んでみました。どうぞご覧ください。ポイントが1万6000を超えましたね。早速この機能のアプを装備しましょうね。間違っても大丈夫みたいですね。前回来た時も、ミクちゃんは、横を気にしていましたよね。何があるのでしょうか？
あれ？あれれ？いや、あっちですよね。なんだ、もっと下だったのか。よしよし、では血の跡をたどっていきましょう。あれ、そういうフラグがなかったでしたっけ。まあ、むやみに射撃を使うもんじゃないですね。またロックオンされてしまいました。なるほど、ここから血の跡があるのですね。よかった、セーブできますね。ここには血の跡がないのか。どっちから行こうかな。あ、血の跡を発見。辿っていきましょうね。ごめんください。霊を成仏させに参りました。肉でございます。